あ、これは天使様の願いでもあるんです。天使だって？天使様が？はい、一人一人が互いを信じ笑顔で接することができればきっと争いはなくなる、そう聞きました。なるほどね。じゃあはい、笑います。アイちゃん、アイがこんなに笑ったの久しぶりに見たよ。うん、とっても素敵。父さんもみんなも笑って。こいつまさか天使と。やはりこのままにはしておけぬな。やっちゃん、どうしたの？さっきから黙り込んじゃって。いや、お前に聞きたいことがある。何？天使と何か関わりがあるのか？え？天使こそがこの乱世の元凶だと俺は考えている。天下の超たる権力者がのんきに構えているから、いつまでたってもこの戦乱の世は収まらねえ。お前がもし天使と関わりがあるなら。貴様、やっちゃん後ろ。ん？何？撃て撃て、撃ち殺せ。まっ、中性化だったのか。まだ懲りてないのですか？恥をかかされた上このざまか。やれ。自分の命まで軽んじてはいけません。金貨5000なんだよ。え？お前にかけられた賞金だよ。それがなきゃこんな真似するか。ああ、それって勘違い。これだ。やっちゃん、やるしかなかった。これか。ほう、立派な手配書だぜ。はっきりお前の顔と名前まで刷られてる。印が押してある、間違いねえ。どういうこと？どうして私が？さあな、天使を敵に回したんだ。そういうことならお前は俺の仲間さ。私をお尋ね者に。きっと
何かの間違い。身を潜めた宿屋は女の園、遊郭東華楼。ここでは賞金首は厄介者。私の体に聞いてみてください。天道ルシナ、間違いは犯してません。次回、グレネーダー微笑みの戦士、爆裂剣装戦紅東華、ご一緒しませんか。この番組はご覧の各社の提供でお送りしました。